はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。皆さん、お持ちのスマートフォン、略してスマホな、一日何回、なりますか？ランチタイムとかでさ、テーブルに携帯置いてると、数分おきにスマホだかタブレットとか、通知鳴る人、いらっしゃるじゃないですか。わい、個人的にあれめっちゃ羨ましいんですよね。ちなみに、YouTube 始める前までの私は、沈黙のタブレットでしたね。サイレントな。プライベートの LINE メッセージは、まあ、せいぜい、ね、ワンウィークに1回程度、でしたし、連絡事項だけな。あと他の SNS なんて当時やっておりませんでしたんで、沈黙のタブレット。これあれですよ。誇張とかじゃないっすよ。このチャンネル、リアルの知人様大勢に教えておりますんで、動画内で嘘なんかついたらもうリアルでね、今よりもさらに、居場所がね、なくなってし、居場所がなくなって、潰すぞお前。居場所なくなっちゃいますからね。ってことでね、はっきり言って、ワイにとって携帯とかね、ほぼデジタルカメラでしたからね。ワイがスマホいじるっつったら、過去に撮影した動画とかカメラの写真をね、眺めるか、もしくはもう YouTube 見るかの二択でしたからね。しょっちゅう携帯鳴ってる人って何なんですかね？あれ、一体誰から何の連絡来てるんですかね？しかも鳴ってんのにすぐ確認なさらないし。昔携帯通知した音、サウンドがね、したのに微動だにしない方がいらっしゃったんで、スマホ鳴ってますよ！おい！みたいな感じで、ワイがね、わざわざ教えて差し上げたんですね。そしたら、はいはい、みたいな、リアクションをいただいてしまったんですけども、ワイだったらね、携帯が鳴ったらもう大慌てですよ。ワイに何の用かと、何事かと、もう緊急なんたら速報かと。ってことでね、ワイもね、携帯が鳴りやまない系男子、目指してね。目指せエンドレス通知ってことでね、YouTube で、這い上がってやろうと思います。人生をな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。